晩ご飯、イエス。まあまあ、大根ある。大根と卵とこんにゃくがある。うんうんうん。うん、こんばんは。佐渡の魚さん、ありがとうございます。おでんは大根と卵と糸こんが好き。大根が一番好き。うんうん、とても美味しい。こんばんは。私はからしをつける派です。うんうん。桃鉄配信ありがとうございました。楽しかった。5年じゃ、4年でした。今日4年した。今日はちょっと長くなっちゃったけど5年します。4年、5年って言っちゃった。4年した。まあまあ、いいさ、ありがとうございます。もうそして明日は大分でのイベントがあって楽しみですね。楽しみなことが続いてワクワクしております。こんばんは。うんうんうん。感謝、ありがとうございます。ワクワク。でも明日はトークショーとプレゼントの抽選がメインのイベントだから、そう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 、そんな感じよ。みんな一応ね、言っとこうかなって。ミニライブもさせていただくんだけど、そうそう、プレゼント抽選とトークショーがメインでございます。いい、ありがとうございます。ケリちゃん、こんばんは。うんうん。来てくださる方はね、まだ FM 大分さんの公式 X をね、フォローとリポストしてない人はぜひしてみてください。プレゼントが当たるかもしれません。おでんは大根とこんにゃくと卵。トークショーとプレゼント抽選がメインです。こんばんは。楽しみ。ワクワクしてる。Thank you さん、ありがとうございます。ヨタさん、ありがとうございます。メフィラス、ありがとうございます。後から夕飯が待ってるんだけどね、そう、食べるかもしれないんだけど、不
そう、朝からあの配信の時のおにぎり、あのゲーム配信してた時のおにぎりとポテチとみかんしか食べてなくて、うん、我慢できずに食べてます。別府の姉さん、ありがとうございます。4位だと思う。3位でしたけどね。パパさん、ありがとうございます。あんま変わんない。餅金ってこと？餅金あんま食べたことないんだよね。食べてみたい。うん。上位じゃなかった。今日朝から起きてね、動いたり、そうリハーサル、明日のリハしたりしてたんだけども、なんかご飯食べるタイミングをね、すごくいい感じに見逃していて、そう配信の時にご飯食べてたんだけど、今も食べてる。うんうん。やっぱそうだよね。箸色違うよね君たち。なんか私の最近使ってる箸がなんか2色なんだろう、やっぱ違う。こう見たら分かりやすい。でも私の部屋は暗いから分かりにくい。見て、でもちょっと色味似てるから別にさ変じゃないよね。全く違うわけじゃないじゃん。でも画面で見ると分かりやすいかも。違うね、色がちょっと色違う。でもこういうおしゃれな箸だと思うよ。私の部屋暗いからさ全然分かんないの。私の部屋は基本的に暗いから分からないです。ね、こういうものだと思う。おしゃれだよね。あらあら、新しい。私そう明るいと眩しくてね、耐えられないから電気暗い方が好きなんですよ。目にはあんまり良くなさそうだけど、でもそんな暗くない。暖色系の明かりって感じ。暖かい色。明るすぎると眩しくてたまらないので、あと暗い方が落ち着く。うん、真の理由はこれです。暗い方が落ち着きます。うんうん、あー美味しい。おでんがもうすぐ食べ終わっちゃう。悲しいな。美味しいな、おでん。もち金作りたいんだよね。なんかこの前おでん作ってる方の動画を見てたら、もち金を作ってて、その方が。あんまり私もち巾着食べたことないんだけど。そう、食べてみたいから作ってみたいんだよね。こんばんは。
こうちゃんありがとうございます。推しに一緒に一回いわきを推しにしたんだけどね。てかもうセレフ牛歩だった。ずっと牛歩だった私。なんで本当に買う持ち金でも、なんかその私が見た方の動画を見る限りなんか意外と作れそうな感じだったから、作ってみたいと思いました。おでん早くおでん作ろうよふう、からしにからしの攻撃を受けてしまったナックスさんありがとうございます。ごちそうさまでした。美味しかった。幸せ。アイムハッピーってやつです。ななみんちゃんありがとうございます。たかひでさんありがとうございます。どまさんスノードームありがとうございます。なんかわかんない、みんなどこにつけるかわかんないんだけど、私の家族はあのさ、おでん、からしまん、まあいろんな調味料つける、柚子胡椒つける人だったり味噌つける人だったりいらっしゃるじゃないですか。私の家族はその私からしつけるんだけど、家族みんなからしを一個の大根の上にそうある程度乗せるんですよ。なんかお皿の端とかじゃなくて大根の上に乗っけるの。なんかお皿の端にさ乗せちゃったらさ、なんかだんだん垂れてきてさ、からしが全部お汁の中に入っちゃうってことがたまにあるじゃないですか。そうそう、それがそうスルスルスルってそうお皿の端に入れてたからしが全部お汁の中に入っちゃうのが嫌だなっていうことで、そう大根の上にからしをね乗っけるんだけど、でそれを少しずつそう食べてく具に乗っけていくんだけどね。そう最後に大根食べちゃったもんだから、あの他のね具を食べるときはさ、その大根の上にあったからしをちょび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 つけていけばいいんだけど、最後の大根だったから、そうしかもお皿にからしのお皿にしてた大根だったからいっぱい残ってて高野さんありがとうございます。そうまあ、お汁にねからしが全部入ってしまうのがね困っちゃうって人とかは結構おすすめですよ大根の上に乗っけるの。うん、でも別に最後に食べなくてもいいかな大根。別に最後に食べようとしない方法もできるから、でも大根が一番のっけやすい、平坦だからさ、一番大根の上がからしがのっけやすいのでのっけてますいつも。高野さんありがとうございます。井上幸宏さんありがとうございます。ご飯食べたから眠たくなってきちゃった。普のあたりさんありがとうございます。メイビーさんありがとうございます。すごい眠たくなってきちゃったね。1361日ありがとうございます。1361ありがとうございます。トッピーさんありがとうございます。おめめありがとうございます。パラワーさんかわいいありがとうございます。トッピーさん
ありがとう。こんばんは。最後に食べるもの特に決めてないかも。でも私は好きなものを最後に食べることが多い。いつも何時寝何時起きなの決まってないですね。その日のお仕事によったり次の日のお仕事によったりって感じなので、バラバラ。おでんとご飯って合うの？わかんない。でもおでんにおにぎりとかだったら食べれるんじゃない？おでんに白ご飯ってなるとちょっと難しいかもしれないけどね、おでんにおにぎりとかだったら、てかおにぎりだったら何でもったらいいんじゃない何のおかずでもいいんじゃないと思っちゃうけどね、おにぎりだったら。たかのんさんありがとうございます。まさちさんありがとうございます。わかんない、私おでんに普通の白ご飯は行ったことないかも。でもそう、おでんにおにぎりとかだったら、おにぎりって最強だと思う。いけるくねおにぎりだったら多分お好み焼きも一緒に食べれると思うし、焼きそばも食べれると思うのよおでんとご飯も行く？私まだ行ったことないや。でも美味しいよね。だって和食と和食だもんね。たかのんさんありがとうございます。私結構ロールキャベツとかも好きなの。ロールキャベツとかつくねとかも好き。ガンモも好き。油揚げも好きよ。おでんって美味しいよね。今度おでんパーティーをするんだ食べたい具のおでん、そう食べたい具材をそう買ったり、ちょっとまあ自分でキリキリ切ったりしておでんパーティーをするんだパーリーな開いちゃうんだおでん。おでん食べれないの？それはなんかね、さなんかね、こんなみんながさ冬になったらおでんの話で盛り上がってるのにね。味がダメなのかな。たっちゃんありがとうございます。たっちゃんさんありがとうございます。あでもちゃんとした具だよ、そのおでんっぽい具、大根、こんにゃく、揚げ、豆腐、厚揚げ、もちきん作りたいのと、私さあのウインナー巻きが好きなんだけど、ウインナー巻きってさ売ってるのかな。ねわれさんありがとうございます。たっちゃんさんありがとうございます。私コンビニとかのウインナー巻きが好きなんですよ。ウインナーの周りに練り物が巻き巻きされて、ああいうのってスーパーに具だけで売ってるのかな。ね、なんかなさそうだよね。私あれ結構好きなんだよね。練り物のやつ、なるほどなるほど。こんばんは。ごぼう巻きはね意外とスーパーに置いてるんですよ。そうウインナー巻きも置いてほしいなね。ごぼう巻きがあるならウインナー巻きも欲しいです、企業の方々。でも難しいのかな、保存方法とかが。こんばんは。まあでもだってね、
ウインナー巻きをさ作るってなるとなるとさ、ごぼうだったらまあさ買えばいいわけじゃん。なんていうの、農家からごぼうを買って練り物を自社で考えればいいじゃん。でもウインナー巻きを作ろうと思ったらウインナーも考えないといけないのかな、どっかとタッグを組まない限りさ。ってなると大変だね、ハードルが高いね、壁高いな。うんそうだよね。ね、ごぼうのようなねスムーズにはいかないよね。そうね、だってウインナーも作るプラス練り物も作りなさい、ね、自分で作りなさいよと思ったらね、ごぼうとは話が変わってくるよね。どっかとタッグ組んでもらわないとね、大変だよね。こんばんは。ねえ、まあ、人件費もそうだけど、そうね、開発するまでの費用がすごそう。そっか。ね、欲しいとかを言ったけど、そんな簡単な話じゃなさそうでしたね。コンビニで買うことにします。コンビニに行きます。IT 社長だよ。社長だから。全然違う。全然違う方面の社長。コンビニ行きたいと思います。ウインナー巻きが食べたくなったら。そうする。いや私意外とおでんの具偏ってる、食べたことないのいっぱいあると思う。牛すじも食べたことないし、ちくわも食べたことないし、はんぺんも食べたことないし、だっけ、あとがんも、がんもちゃう、がんも好き、もち巾着も食べたことないね。なんだろう、住んでる場所なのかな。まあ多少何個かは。鍋は何が一番好き？ごま豆乳鍋かキムチ鍋が好き。 IT 社員の練り物について考えてる。美味しいおでん、あー確かにいいな、美味しいおでん屋さんいいな。私の今の第一位のおでんはセブンのおでん。私の今まで食べてきた中のお店で、お店で一番美味しいのはセブン、ラブセブンって感じ。昆布はねあれだった、給食でねあったの。給食でおでんが出た時に、あの結ばれてる昆布じゃないんだけどね、こういう四角いカットされた昆布が入ってたから、昆布は食べたことある。お疲れ様です。配信のお仕事、そう知ってる、私たちはなんでちょっと前にあるよって言われてる。アクアパッツァって何ですか。お疲れ様です。こんばんは。だからお母さんが作ってくれるおでんはちょっとセブンの味に似てます。そう、うちの家族はセブンのおでんが好きだから、お母さんが作ってくれるってなるとちょっと似てるの。そう、こんばんは、お疲れ様です。明日は、お、お待ち、お会い、ぜひ楽しみ。ちくわにマロニー入れて、
それマロに出てきちゃわないそれは大丈夫なのかな、マロにトゥルトゥルトゥルって出てきちゃったりはしないね、お鍋に入れてトゥルトゥルトゥルって出たりはしないのかな。こんばんは。そうだよ、ずっと前からお鍋の季節だよでもぎうーん、まあ確かに、まあそれこそね費用もかかるし、あとまあ何よりねちょっと今のこの冬の時期ってさね、お病気が流行るからね、難しいよ。楽しそうだけど詰めたら大丈夫なのかな。へえー、そうなの。18日のおお、おひさ、おでんに手羽先を入れて、へえ美味しそう、いいですね、いいな、おでんパーティーしたい。眠たくなってきたぜ。もうなんでもいいからパーティー。でももうすぐでさ、クリスマスじゃん。クリスマスパーティーとかね、もうクリスマスにねあやかってパーティーできるじゃん。クリパ。九州のおでん何味なんだろう。でもなんか関東の方がちょっと味がね濃いとは言うけどね。でもなんかうん、なんだろう、そんな大幅には変わらなかった。前東京行った時にコンビニのおでん食べたんだけど、うん、なんだろう、そんなに大きな差はなかったけど、ちょっと出汁の色が濃ゆくて味も濃いかなって感じかな、出汁の感覚的にはね。新じいちゃんさんありがとうございます。やす1983さん総理ありがとうございます。まさとしさんありがとうございます。新じいちゃんさんありがとうございます。そう、カップ麺は私関東のカップ麺を買ったんだけどまだ食べてないもうちょっと食べるタイミングなくてまだ食べてないんですけど。バウチさんありがとうございます。そう、うちには関東のどん兵衛のうどんとそばがありますマサッチさんジージーありがとうね。関西はそうね、薄口の醤油なのかなって感じだよね。色味とか出汁の濃さとかの話をするとね。北に行けば行くほど寒いから濃い味になっていくのかな、濃い味がなっていくというか濃い味が好まれるのかなってことだよね。冬場になればさ、めっちゃ濃厚なチョコレート、なんかアイスのさ、あのコンビニとかスーパーのアイスのさ、並んでるアイスがもう急にさ、もうチョコレート、濃厚、チョコレートってなるじゃん夏はさ、なんか柑橘系とかそういう爽やかな感じが多いのに。あ、この三つ編みは、そう、三つ編みは自分でしたんだけど、こうやってぽよぽよいぶきが髪の毛出して可愛くしてくれた、ありがとう。うん、こんばんは。
でも面白いよね、同じ日本人なのにさ、こんなにね食文化が違うのね、離れてるっちゃ離れてるけどさ、他の国でもっと離れてるとこもあるけどね。でもさ、こんなにね違うってなると面白いですよね。ただの魚さん、ありがとうございます。明日の髪型はまだ決めてません。何しよっかな明日。考え中。どうしよっかな明日。甘め、確かに九州醤油味とか好き九州の醤油のお菓子なんだ、醤油を使った甘めな味付けをされてるお菓子が好きです和夫さん、ありがとうございます。安1983さん、ありがとう。まあ、今日リハースタバあれだ、今あの期間限定のフラペチーノ、ピスタチオとホワイトチョコのやつ、甘くて美味しかったです。久しぶりにフラペチーノ飲んだ。芋ぶりに飲んだかも。お芋のフラペチーノぶりにスタバのフラペチーノ飲んだ。梅スイッチオンさん、ありがとうございます。こんばんは。カロアさん、ありがとうございます。そう、九州のね、九州いいとこいっぱいあるんですよ。いいとこあるけど、その中のね一つでもあるのは、そう、あのポテチとかじゃがりこの九州醤油味が美味しいことですそう、いっぱいある、いいとこ、行きとかある、いっぱい中ある、いいとこがいっぱいある中の一つ、そう、おいしいおいしい九州醤油味っていうお菓子があるんですよ。絶対みんな人生で一回は食べた方がいいと思うってぐらいマジでおいしい。そう、そう、1個目というか、まあそのいっぱいあるうちの一つですよね。いいよ、九州醤油味は美味しいぜ。ふわね、ゲーム配信楽しかった。なんかね、よくやるメンバーだったから普通にゲームしてたよね でもそう、なんかまあスタッフさんがすごいご親切に桃鉄のカードを全部ね紙にまとめてくださって、このカードはこういうのができるよみたいな、そう教えてくださってる紙を用意してくださってたんだけど、めっちゃカードあるね。あんなにカードがあるとは知らなかった。びっくりした。だってなんか紙3枚分ぐらいの紙カードの種類があって、へえと思って、こんなにいっぱいあったらそれは分からないと思ってカード引くたびに調べて、その紙見て、ふむふむふむ、こういう感じに使えるのか、ふむふむふむってしながら、じいちゃんさん、ありがとうございます。昔そうなんだ、多いよねやっぱりね。びっくりしたもん、カード一覧みたいな紙見た時
自分が弾いたの探すの大変だったそれぐらいたくさんありました。私桃鉄はスイッチ あの今日やってた桃鉄からしか知らないから、そう、でもなんか一人でもう何年も何年もやってみたいフ人とコンピューター3人で何年も何年もやってみたいなって思う。私はまあそのね肝心な桃鉄のソフトを持ってないんですけどそれも楽しそうだなと思う。コンピューター弱に良くないぞ。私は中の上下下ぐらいにしよう。梅スイッチオンさんありがとうございます。こんばんは。絶対に勝ちたいときは中の下にして楽しもうってときは中の上ぐらいにして。やりたいなと思って。こんばんは。ちょっと地理詳しくなれるしね。いいよね。じゃあ今8分なので15分になったらランキングを見ます。ちょっと睡魔の限界が来ました。マサッチさんありがとうございます。そうだ、どうしてこんなに寒いんだろうと思った。ホットカーペットつけ忘れてた。そりゃ寒いよね。とても寒いなと思ってた。ヒロタールさんありがとうございます。にゃんこ先生さんありがとうございます。さあ明日楽しみましょう。来てくださる方はね、寒寒だった。でも桃鉄ワールドの方がチリ覚えられそう。私もだって世界ね忘れちゃったもん。どこにお名前とかね、国のお名前とか忘れちゃったからさ。日本はまあ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 、まあ、分かんないことも多いけどね。うん、まあまず日本から勉強しろよって感じか。そっか、まあそうね。まずは日本から勉強しって感じか。日本勉強した後に世界行こうやって。ひーくんさんありがとうございます。ね、お勉強になるよね。ワールドはねこの前やったんですよ。リナチとひじりとコンピューターと4人で。そう楽しかったよ。でもなんかそうね、なんだろう、本当に世界の世界地図がパッと出てこないから難しいではあったけど、でも勉強になります。トムトムさんありがとうございます。タムちゃんさんソリありがとうございます。マイナーな国もちゃんとある、全世界全部あるんじゃないかな。どうなんだ。ね、桃鉄いいね、楽しい。一人で時間を忘れて黙々とできそう。井上幸宏さんありがとうございます。
明日は大分あったかいって言うけどね、最近というか最近全国的に昼間はあったかいんじゃないかなと思います。朝と夜はちゃんと寒いよと思う。そうだと思うね。程よい格好で寒すぎず暑すぎずっていうなんかいい感じのところを掴んだ格好でぜひいらしてください。私も明日の兄貴を兄貴を話した。明日の準備しようと。うん、眠たいんだよね。今日はちょっといろいろあってあんま寝てなくて眠たいな。12時間ぐらい寝たい今なら12時間以上寝られる気がする。寝れるときに寝ときやってやつです。でも明日は移動で寝れると思うから移動で大爆睡をかましたいと思いますね。福岡から大分に行くまでの移動でいい睡眠をとります大分で元気に楽しみたいと思います。車とかバスとかはベスポジを見つけたら寝れる。ここだっていうフィットする場所、背もたれと頭といいバランスを取ったら寝れますシワさんありがとうございます。 そこをより早く見つけて大分までの移動を快適に過ごしたいと思います。ネワレスさんありがとうございます。熊本へこれはお出かけ。あ、教えてくださいありがとうございます。ではランキングを読みます。13位ネワレスさんありがとうございます。12位ただの魚さんありがとうございます。11位イーさんありがとうございます。10位たっちゃんありがとうございます。9位ガラワさんありがとうございます。8位ひーくんさんありがとうございます。7位いくのあたりさんありがとうございます。6位しんじいちゃんさんありがとうございます。5位パパさんありがとうございます。4位井上幸宏さんありがとうございます。3位たもちゃんさんありがとうございます。2位どまさんありがとうございます。1位やす1983さんありがとうございます。よいしょ、バーチさんお疲れありがとうございます。それでは明日大分に来てくださる方は大分でお会いしましょう。皆様今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。バイバーイ。